皆様こんにちは、便利屋ハッピーの門の口です。7月30日金曜日、午前10時47分でございます。埼玉県は本庄市国道17号線を走っております。おなじみの道路でございます。少し久しぶりに映してますかね、この道路に関しては。はい、このあと伊勢崎の方まで向かうところでございます。残すところ7月も明日で終わりということで、あっという間ですね。オリンピックも開催中でありますけれども、それよりもコロナ感染者数がどんどん増えて過去最高の、感染者数記録してますね。あんまりこんなこと言いたくないというか、ああいうもう感染者数の報道いらないんですけどね、もうはっきり言って笑い事じゃないです。失言をお詫び申し上げます。数で惑わされるよりも、まずもうかかるのは前提で考えた方がいいと思います。それに対して行動をしていかないと、それに予測して、どうしなくちゃいけないっていうのを考えないといけないのかなと思います。どうしたら感染しないのかではなく、感染した後のことを考えた方が早いのかなという私の感想です。まあ、人それぞれ感じ方、考え方、価値観ありますので、それが正しいとは言えませんけれども、もういよいよ身近に迫ってきているのかなというところでございます。若い方の感染者数増えてるらしいですね。それと重篤化する人数は少ないということですけれども、ちょっと話が そういう話はあんまりしたくないですね。内側がですね内側がちょっと触った時にツルツルっていうか、あまりくっつかないような肌と触り心地だったんですよね。ちょっとまた落ちるかもしれないんですけど大変失礼をいたしました。オリンピックもうちょっとコロナとかなければ、感動するんですけどね、その感動が薄れちゃうっていうのはあんまり、その、まあ、あんまり見て、私も見てないですけど、せっかくこれだけ、メダル日本勢取っているのもあるんで、コロナのことは忘れて応援したいなっていうのはありますね。はい、非常に天気良くなっております。昨日も夜ザーザー降りになりましたね。まあ、あの後に、帰宅したので影響はなかったんですけれども、すごい深谷の方は夕立がすごかったです。本庄市現在、気温の方は28度でございます。雨で多少そんなにすごい35度とかいくような気温にはならないですかね。台風どうなってるんですかね。本庄市は寿3丁目からスタート しまして、ここ若泉2丁目交差点
はい、一旦ここで、終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。